模擬直子です、えー、昨年、えー、私は離婚しましたやっと自由の身になりました、えー、でも遅すぎました創価学会の茂木、えー、光男は創道衆のようです前にそういうことを言ってましたから俺は創価学会員だとそして、えー、私は創価ではありません なのになんで日蓮のお寺がでっかく、えー、建ってるのかとそれから本泰寺っていうのも日蓮らしいですけどあの関係ないんですけど私私はクリスチャンなので宗教の自由は憲法で認められてます私は一生懸命その憲法を、えー、まああの私のその、えー、特別広告は えー、上告したんですよ速度違反のの一件の時もねそれは英雄グループがバックアップしてたんですねその時だから創価の人たちがこんなにひどいことを私にするとは思いませんでしたこんな骨折ですよここ見てくださいここグイーンとほらギューッとこういう風に一直線のだから顔の綺麗な女がこういう傷害金なんかあの受け取ることなんかできないんですけどなんで受けてるんですか 遠山ささん教えてくださいそれからえっ、ー、と池田清人さん教えてくださいよなぜですか、えー、そんなに川崎のぞみこと、えー、田村のぞみにお金が与えたかったんならばそれならばあの私の後遺傷害金じゃなくて自分の働いたお金でお,あのお手当を出したらいいんじゃないですかそれから自分の会社が役員であるならその女の えー、役員手当をその女の本名で堂々と与えたらどうですか、えー、川崎弘子なんてしないで田村のぞみなんでしょあの女はだから坂本田村、えー、っとナタリアつまり川崎のぞみの正体は坂本勇の最初の女ま女、あ、女房でありそしてその次結婚したのが田村のぞみだから豪邸が田村のぞみにあった。 えー、埼玉県本庄市欅坂三丁目にあった。そして最後がナタリア、つまり、えー、中立保険孫ポジャパングループにネガった女。最初は、えー、うんと三井住友の、あいおいニセドは孫ポの、えー、坂本。そして、えー、まあ三井住友とあいおいニセドは孫ポ一緒なので、だその女女というか奥さんになった。そして次が えー、アヨイオイ西ドア尊苑の田村の女房になっただから田村のぞみ豪邸ももらった1件目2件目そして3件目3件目は、えー、中理費保険だからナタリア今この段階でしょうね中理費保険の中理費フィナンシャルインシュアランスカンパニーの、えー、マリオ・グレコは東洋人なんかに興味ないと思ってますよ私はだってあの 白人主義、まあ、市場主義ななのか、まあ、ドイツなんですよどちらかといえばね。ナチがそうだから。だからあの自分たちの女房で金をもらったっていうことを私が情報リークしてると喜んで回収しますよ。ナタリアなんて名前なんかつけなくたってその、えー、中立保険の,その代理店である小玉自動車工業はゼメ没収だと言ってる,ってるのはこんな売国奴の女が。 子供3人も産んで父親は誰だか分かりませんけどその33名のそのパターンの女つまり最後は西浦の子供だっていう意味なのかちょっと分かりませんけどね西浦っていうのが奈良の天理教の奈良県出身の男なんですねだから天理教が本庄市の、えー、っとハニポンプラザの裏側ですかね天理教会がありますよ教会という名前になってますけど天理教は仏教徒です 私とは関係ありません天理教っていうあの天理教はあの、えー、よくあの、えー、っと高校野球かなんかで天理かなんか有名ですかね紫色のユニフォーム着てちょっとキーですよね紫色ってわあすごいなんか紫って坊さんの毛さみたいと思いますけどね私はあの私野球部のマネージャーはあのマスコットですあの、えー、スコアラーとうぐいす嬢だから全然その えー、まあたまに遠投で球拾いとかしてしすることも確かにあの少しはありますけどあの野球部員と一緒になって走り回るなんてことはありませんそして、えー、私が野球が好きで入ったわけじゃありません野球は富永兄弟って双子の女がいてすごいブスなんですけどそのすごいブスが、えー、双子でブスだと <laughs> 目立つから茂木直子さんこと石塚直子さんがえー あんたも入りないよ二人とも目立っちゃうからさなんで目立つのっていうふうに思いましたけどね、まあ、自分たちがかわいいから目立つってそういうことじゃないんですよ、えー、どう見てもあのネアンデルタール系ですから、まあ、ですからあの、まあ、その双子がネア,ネアンデルタール人、まあ、クロマニョン人みたいなそういう双子ですからだからあの目立ってしまうと。であの 入っっててくれって言うんで一緒に入っただけなんですけどねあのえっ、ー、と須藤っていう名前になりましたね一人の,あの富永泰斗の方はでそれが野球部の、まあ、ピッチャーでブルペンピッチャーですよ目がこんな顔しててねみどりちゃんっていう女性が好きで創価学会員だったんじゃないかなみどりちゃんっていうのは見ましたけどすごいガリガリで細くて綺麗な子ですよなんで富永泰と結婚したんでしょうねわかりません わかりません結構シンビ美眼はあのあの確かな感じがしましたけどねそのとこはねあの,あの女の子にすっごいうるさいですう,うるさくて「緑ちゃん緑ちゃん」ゃんって言ってどんな子かなと思って見に行ったら俺すごい可愛いんですよそれがまたね。ああ自分が <laughs> あの結構あのてるてる坊主みたいなスッ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 とした顔なのに意外に目パッチリとしてた可愛い子が好きなんだなと。 まあ、そういうもんなんですよね。あの、こういう顔の男性は目クリッとした女性を選びますよ。自分がないものを。やっぱ補おうとするんですね。で、背がひっつんとバカみたいに高い人は、あの小柄な女性が好きですね。不思議なもんですよね。まあ、あの <laughs>。私は、あの、その野球部は。あの高校野球が好きでも何でもありません。それから野球また興味ないです。 興味ないですあの父親と母親もそうかな分かんないけど父も母もあのだからあの世代の人間私の親の世代の人間はあのそれがあのテレビをつけるとそれを見るっていうのが習慣づけられてたからじゃないですかね私はまたく興味ないです本当にあに。親が見てるっていうだけだそれを一緒に見てたっていうだけで。 あの野球よりもあの洋楽の方が好きですブリトニー・スピアーズの音楽もああ大好きですしね今もあのジェニファー・ロベスも楽しみましたよだからあのカウンター・インテリジェンス・プロジェクトの間に私を支えてくれたのはこの洋楽の音楽とそれからジャンセン・アクルスですねジャンセン・アクルスはスーパーナチュラルっていうまあちょっと ホラーがかかってますけど、こうアクションホラーみたいなあの？イケメン2人が旅をしていくっていう。そういうストーリーなんですけど、ジャンセンがすごい綺麗ですよ、うん、まあ、あの未来の旦那さんはああいう人がいいですね。フランスに行って見つけようと思ってます。私の裁判進行のご褒美は、お金をちゃんと自分の足の、えー、怪我をちゃんと補填してもらって手術をして、そして、えー、そのお金でその国家賠償として。 日本の国がフランスに、えー、カルロス後に金を持ってったやつを返しをかけるもちろん中谷美紀を瞳悟空にして、えー、チューリッヒフィナンシャル・インシュアランス・カンパニーのとこに、えー、嫁入りに行ってそして金も渡ってったものこれも私の後遺症外金です。経営殺費を、えー、予算を3倍にも膨らました行政側の責任も問います。それは埼玉県警です。 今まで埼玉県警本部は私をそのえ自分のその昇級ポストの、えーま、材料にしていた予算消化材料にしてたんです私をねそれは埼玉県議会予算が全て物語ります、うん、あの私がえー、っとその当時えー、っと最初の非接触事故の交通事故が44歳ですから それから今60ですけど約、ね、来年60になりますけど16年間も人生を潰されたんですまあ,あの私があの離婚離婚うんたらかたらっていうのがクローズアップされたのがちょうどその頃ですかね、まあ、ですからあのその離婚事情につけ込んでいたそして私はその早く離婚して再婚するっていうその、えー、貴重なその出産期間の最後の 期間を潰されたんですよ15年ですからね。まあ、16年だから。まあだから、それはもう国家賠償に該当するだろうと。国家賠償法第1条。えー、埼玉県議会予算を私はこれからまた第一審でまた上げなきゃならない。どっちにしろ、第一審から国家賠償法、今も高裁の方で上げてますけどね。山沢美穂子というずんぐりむっくりしたデブのおばさんは、こういう骨折歴もないでしょ。請求なんかできないんですよ、行政側が。 行政側が元々初期官だったあのデブの女をモギナオコだなんていうふうにはできません。私の顔こういう顔ですから、その山山保子っていうそのおばさんは私の顔とは違いますね。それとあの私のその骨折歴は結構はっきりわかりますよここがぐっとこういうふうに一重こうずっとこれ XP と同じなんですね。こういうふうにバーっとその頭蓋骨がこう一直線にこうひびが入りましたっていうふうになって。 バーンと叩きつけられたのが4万2千トンパワーだったからだから殴られた怪我じゃないんだよっていうのが分かりますよ殴られた怪我だったんならばえースーッと一直線のこの筋骨折したこのくぼみは何を表すかそれは交通事故で転げ回ってバーンとぶつかってそして転,が転げ回ってたからだから えー、右頬にもこう、ばーっとこう、ここが乾板に、パ板だって言ってますけど、カンパンではなくて、えー、かさぶた痕。あの血たまりがあったんですよ、私が見せられた、その、えー、っと、その交通事故のね、その、実況見分のその写真だと言われてるもの。どこから血が出てたんですかこんなにいっぱいと。いや、顔からだと。バスタオルで一生懸命、その顔の出血をこう止めようとしてたと。 加害,者の加害者の人間がねって言ってましたから「あそうなのか」と「あ顔から血があ目から血が出たんですねじゃあきっとこうなってるからと」とだからこっからも血の涙をなんかあの,あのマドンナが血を流すってよく言いますよね教会で全員がいろいろお祈りするとその白い石像の、えー、マドンナつまりマリ,アさんマリア像から目の。 血の涙が出るとか言って菊人形と同じぐらいのオカルトですけどねそれね、まあ、そういうのがあるとで私はその、えー、顔がこう骨折歴があったりこう顔にほら見えるかなこれは線傷だから分かりづらいこっちの方が分かるか、うん、くぼんでいることそれから線傷がこうバーっとここだけじゃなくてこういうふうにも走って横にも走ってる何本もよく見るとこっちにもあると。 よく見るとくぼんでるなーくぼんでるなーっていうのがあるからバンとなって転がって次も転がってるからここにも骨折痕があってそしてこっち側はかろうじてないけど、まあ、鼻は骨折してるでしょうねこう骨折してるのに鼻が骨折しない理由はないから、まあ、このぐらいの鼻の高さの人間女性は結構たくさんいますけどね 川希の,の顔とは似てませんよね私はねまあえーまあ、60かなって言われたらそうかなっていう顔だと思いますけどね私はねえー、私のその骨折痕を、えー、自分の資料だけ私をその消化材料にして金だけ持ってってトルコで遊んでるお前キアヌ・リーブスモドキとか言ってるあいおい二世童話損保のお前だよ元損害中サムのやつ。 ヒゲボボに生やしてトルコの人間から「お前は嘘つきだ」って言われてないかお前川崎のぞみは違うだろうお前さ最終的に損保ジャパンはお金を没収されるんだよお前分かってるトルコでのうのうと遊んでることなんかできないよあのカロロス・ゴーンの金は日本の国が絶対回収しなきゃいけないんだよ大臣から私が上げ直すからお前何で中東で遊んでんの それから中東の人間にトルコの人間に囲われてるってことはお前はもしかしたら武器商人のトーマス・ジェームス・ホワイトのそのえ中東の火薬庫と言われるそのえお金のえその戦争のためのお金を私の後遺障害金を使い込みしてそこに横流しをしていた売国奴だろお前はあのトルコに行ってるってことはそうだよなんで本庄市が トルコの人間と、えー、定型関係を結んんでるやそれから中東イスラム教徒っていうのは、えー、その日本でのその警察費を自分たちの紛争の武器の費用だからトーマス・ジェームス・ホワイトは空軍なんですけどねもともと空軍上がりの CIA ですからこいつはねそしてその空軍で CIA でどっから予算を持ってくるのかそれが私のこの後遺障害金だった。 豪邸マネーロンダリングは414ともある。そしてその複数回証券番号を書いてるのが、あの、損、え、保、ー、ジャパンの代理店、小玉自動車工業の坂本、坂本望、坂本吉江、坂本静江。この連中が、えー、日本の、えー、私の交渉外金をどこに流したか、トルコ、中東、イスラムの戦争の費用に金を、 トーマス・ジェームス・ホワイトを通して渡していた。トーマス・ジェームス・ホワイトは、中理費保険の CEO だった、日本社の代表だったんだよ。それで、その代表の時に、えー、IO 日清同は損保鈴木久人と、非接触事故で、私がお金をもらってないのに、えー、平成、平成だよ。平成19年の、えー、私の膝の骨折歴で、抗障害金を横領した。 私はゼロ円、非接触事故だから。当然だけど保険屋なななんか絶対払わい。い。私も請求してないでも示談は向こうが「む中打ちだって5年だからうちに任してくれと」と中立保険の米沢拓也という山形出身の腐った横領犯が中立保険の横領犯が、えー、私に罪を着せて模擬直子に払ったと称して自分がお金を横領した創価学会員でこの和歌が損保、えー、ジャパンの役員になって そして、この人間がまた同じことをやろうとした。で今度は、えー、逆にその中立被保険が儲けようとしたんだろうね、えー、またあ違うわ、えー、三井住友が儲けようとしたんだろう、今度は。えー、自分たちが自売者として、えー、お金をその、えー、請求をかけてそして、えー、来たものをあ逆だえっ、ー、と中立被保険はもらえなかったんだよ。 でも一応はは今回ももらいたいたとでも派手にやりすぎた。でえその派手にやりすぎてうーんと金が余った。豪邸マネのロンダリングは414トンも、えー、資金転がしをしたから。だから、えー、そのお金は中東の,あの火薬庫と言われるイスラエルとそのパレスチナの中東の,その戦争の費用に充てられてる。トルコはイスラム教徒だから。 それを私の後遺傷害金をバカな埼玉県議会予算のカドクラという3グループの3グループという怪しい外国の宗教団体の人間たちがそのトーマス・ジェームス・ホワイトというその元空軍上がりのこいつを通じてトルコに友好関係を結ぶんだなんて言ってその創価学会員を騙してそしてもちろん騙しただけではなくて創価の人間が運動を渡航したんだけど。 えー、その、えー、聖福寺っていうのは創価学会員が建てたお寺ではあるけれどそのお布施したお金はほとんど、えー、トーマス・ジェームス・ホワイトというに中立保険日本支社今でも中立保険ってありますよね私は契約者でしたからその時ね非正職事故の時でカウンター・インテリジェンス・プロジェクトっていうのは罪のない人に罪を着せる事件だと事件を起こしてそして警察費を予算送って 代議士が儲けるっていう事件今回は小泉隆二というなんかハゲの男が、えー、だいぶ儲けたみたいですけどねそういうことをやっていた中利費保険と愛宵日政道は損保の犯罪だったそしてそこに東京海上という私も元契約はしたことありますけど一時ねでも、えー、私のその離婚相手の茂木光雄の契約者の、えー、自動車保険が 弁護士特約を勝手に使って私の後遺障害金の名のもとに勝手に示談交渉した無断示談行為の無効示談だった、えーえー、と保険法第22条1項2項法令違反それは示談、えー、をする場合は本人の承諾行為を得なく,得なくてはならないだから、えー、私が離婚係争中そして父親も母親ももう、まあ、54の事故ですから他界してますよね そして、えー、妹は相続で争ってる私の父親との遺産分割協議金の厚生年金の遺族年金を勝手に横領しているんですよこの種違いで受け取れるべきものじゃないものを受け取ってるこれが創価学会員の女で今なんか統一教会らしいんですけどねどっちにしても私は、えー、その時 もう今もですけど統一教会員でもないし創価学会員でもないから、えー、そんなことに利用される覚えもないし父親が違うことは私の母親も父親も大喧嘩してることそれから父親が町田の方に、えー、ずっとあの自分でアパートを借りて、えー、別居状態だったことを私自身が知ってる私が11歳かな12歳の時にできた妹なんかは何でできたんだろうって思ってましたよ なぜなら、あの、まあ、セックスのどうのこうのは12歳だから知らないけど、父親がいないのになんで子供ができてんだろうって、素朴に思ってたわけです、私がね。あの女父親は、あの、また大喧嘩して出てっちゃったと。まあ、母親、まあ、死んじゃってる母親こんな風に言うのはあれなんですけど、だから、不定関係っていうのは私は、そういうのは、卑怯者がやるものだと思ってますよ。浮気をしたいなら、もしくは、 えーまあ、好きな人が急にできたんだっていうなら最初から結婚しなきゃいいんじゃないかなと思いますよ。それから、えー、もしそういうことが起こんな、起こったならばってか起こることがあるならばその段階でさっさと離婚したらどうかと思いますけどね。離婚裁判中でその自分があの、まあ、不定行為をするならそれは不利になるだけだから。だからそういう離婚裁判をしながら早く離婚裁判を終わらせて で次の,あのパートナーを見つけるなら見,見つければいいんじゃないかなと思いますよ。それが筋だと思いますけどね。私はそういうことしたことありません。そういうふうなやりそうな女に見えるとか、あの、そういう適当なことを、あの、悪評判を立てていた。中にはキャバクラ嬢なんて言ったおばかさんもいますよね。あの、すっぴんですよ。あの、偽物二重じゃないんでね、私は。あの、普通の二重なんですけど、あの、 まあこの顔でもいいやと思ってますよ、私はね、別に。まあここに、まあ若干いろんな傷があったり、ここにもありますし、ここにもあるんですけど、でも、それは、あの、私が、あの、誰かと恋をしたら、自然になんか唇つけたいなとか、なんか、あの、どっか行くときは、なんかちょっと化粧しようかな、なんて思うでしょうけど、いませんから、いませんからね、30年間、いないんで、だから化粧する機会もないですよ。まあ、化粧しないことによって、 私自身が、意外にあの、あんまりシワも、シワもシミもねえなと自分で驚いてますけどね。まあ、骨折の傷はありますけどね、ここ、ほら。骨折の傷はありますけど、60にしちゃまあまあ、そんなに、あの、えー、不思議だってもいねえなとは思ってますよ。だから、だからといって、その、川崎のぞみがお金を受けるってことはまた違うだろうと思いますよ。 川崎のぞみは全然顔違うでしょうそれに彼女整形してんじゃないかな顔がね。まあ芸能人はよくありますから、あの、別にこう、普通の顔だなと思っても、えー、ちょっと目直したり、鼻の位置を直したり、えー、まあ、頬骨を削って、削って顔を小顔にしたりとかいろいろするでしょうけどね。え、もぎなお子はこういうおか、あの、顔なので、あの、女子の修造は、 ここで、ね、ちゃんとお金が出てるんですよ。自分たちはね、三井住友は払、払ってるっていうかお金を請求して、そして、ついで認知症って出しとけば、えー、弁護士が代理権を要せるから、だから原田康がお金をもらってった。そしてそのお金を自分の好みの女、川崎のぞみに金を与えていた。そして今は誰なんだろう。えー、原田、えー、明美っていう女が、原田とか原明美っていうのがいるから、 に、まあ、二号さんができたんでしょうね、次のね。離婚してじゃあ次の女にしようって言って。こいつは実刑でしょうね。私がそれを訴えますから、国が自然にガチャンってやるはずです。私が受け取ってないから。小学にすることが、これが前例だというならば、それは、あの、六億円の大きなお金を個人に与えたってことになるんですね、国が。国が与えたことになる。 あの、川崎のぞみに10億円を与える理,あの理由なんか一つもないでしょ。なんで3件,3件目だなんて言って、10億円以上のお金をこの女が豪邸もらえるのかと。顔が違うから2人いるんだと。だとしても、この女は、あいおいに正道は損保、鈴木久人の特殊関係人であり、原則之のまあ特殊関係人、原直美、そして、え、本庄足利銀行の えー、東京会場の生命保険担当の銀行員重原直美重は私の模擬のもで原は原のいきの原そして、えー、直は私の直子お嬢さんの書の直で見は美しい <laughs> まあ直子より美しいっていう意味ならしいんですけど非常に、まああの交通事故の被害者を踏んだり蹴ったりにする性格の悪い、えー、の誰ともあの おそらくは反りなんか絶対合わなくなるだろうなっていうその性格の悪さ丸出しの損害調査部の性格丸出しの原則の、えー、原の直美ですねあの普通のだいたい一般人が、えー、そこまで調べるか調べないかもしれませんけど私は調べましたね最初の段階であまりにも、えー、建築がラッシュだったからおかしいなと思ってそしてその際に 三井住友信託銀行が看板を掲げ、掲げていた。ああ、三井住友信託銀行それでピンときた。それは、あいおい日清堂は損保の、まあ、本体。まあ、本体、うん、メインバンクですね。メインバンクが、えー、三井住友銀行だから。で、えー、三井住友信託銀行は、えー、その、 アイオイ日清は話損保の経営基盤の銀行だから。だから、えー、アイオイが詐欺をして、三井の銀行の三井住友銀行を使って、そして三井住友が保険金詐欺をやって、MA さんと AD が総合協力という名のもとで保険金詐欺をしていた。その被害者が私、ギナオコじゃあなんで KDDI の今回は、えー、携帯を持つのか。 ドコモのあの物件が損保ジャパンエリアではなくてあの三井住友のエリアだとばっかり思ってたんですけどこれがドコモのエリアだったってことが分かったから丸山っていうのはあの損保ジャパンではないのかあいではないのかと思ったんですけどドコモはドコモだったんですねでドコモと損保ジャパンのえカロロスゴーンは えー、共同共謀性犯で、えー、資金転がしをしていたでお金で揉めたそして結局は、えー、うんと金をこっちによこせっていうのでそれを拒否したそのドコモ側が、えー、カルロス・ゴーンに罪をうんと着せてまあ実際そうなんだろうと思うけどね思うけど、えーまあ、その資金転がしをしようっていう提案はあのバカな外資が外資は結局は 日本の国なんかどうなったっていいんですよ。金が儲かればいいんだから。M&A の会社ですからね外資は。外資はね、所詮ね。だからインターネットの会社なんか信用して保険を契約する方が悪いなって言われるような、そういうレベルですよ。だってそういう事実が、この私が15年味わったから、中立保険でね。だから、また損保ジャパンが何かやってんのかなと思いました。そしたら 今度、あの、今回のは宗教絡みが大きく幅を利かしていた。それが、あの、損保ジャパンのエリアのドコモのエリアと、それから、えー、三井住友の、その、聖福寺のエリア。だから、田村っていうのは、えー、そこにあの、銀、あの、郵便局があるんですね。田村慎吾っていうのが局長になってる。40代前半ぐらいかな。30代半ばぐらいかもしれない。この同じグループですよ。 あそこにある店舗全部そうです。カーブスってもそうだし、カーブスが、えー、田原、あ、じゃないや、田畑明。うん、背の低い男。その、<laughs> えっと、えー、カインズホームの、えー、ワイモバイルにの経営者であるその代理店の男ね。それが、えー、カーブスっていうそのフィットネスクラブも、えー、一応そのダンロップっていうその、 え、住友工業かなんかで、フィットネスクラブを経営する、その、役員の社長にしてやる作業を成功させたら、失敗してんじゃん、田畑明。お前4件も派手にでっかいゴルフ場付きかなんかの豪邸もあって、そしてそのご当人はトルコに逃げてったわけだろ結局は。そして、お前が堀口康なんだけど、本当は。そして堀口康氏原田康はお前なんだよ。 実はね田畑明っていうのはお前なんだよね。で今はえー、っと結局はあの詐欺が失敗したとして朝日、えー、交通かなんかにいるのかなあの部下が、まあ。直接あの関わってはいないかもしれないけどでもあの川崎希は知ってるはずだ。川崎希が自分の一いた嫁になってるはずだから知ってるはずだよ。 で、今、その、ピンク色の髪の毛の声優声優の女と結婚してる理由が私はちょっとわからない。わからないけど、お前が法廷に立ったのを私は見てる。知ってるよ。メガネなんかかけてない。メガネはかけていない。そして、えー、っと、背は170センチぐらい。それから、坂本勇もそう。えー、坂本勇は最初に来た。あの、朝廷全治主義の時に。 色の浅黒い男ねそいつがあの坂本和子と親子で完全にね顔がそっくりだから埴輪みたいな顔した人ねでもいい男だよあのスタイルはいいからねでもあの私がえっとその書面を提出したものをそれを喜んで持ってってガラガラと毎回ね持っ,て持ってってそして、えー、何も当面はしないただ黙って笑って聞いてるだけこうやってうなずきながら。 私はあの自分があのもらってないんだっていうことを主張していて実際そうだからね令和3年、まあ、去年の5月までお金は払われなかったしかも少額だったこんなに踏ん張って414棟で1,580億円も金が動いてるってのが分かって何でそんな少額なのかと。 二回転は証券番号変わってるのは私に伝わってる。だから二回転じゃない。1580億円分回ってたんだよ。だからカロス・ゴンが逮捕状を取って、最高検察庁が取って、そして、えー、あまりにも国土交通省の予算を食いすぎてる。それはカロス・ゴンに渡したんだよ。そのトルコに逃げたあのひげひげボーボーのキアノ・リーブス・モドキの、えー、アイオイニセイドワソンポの KDDI のやつ。浅見隆が。 だけど最終的には名前があさみひろしだよえー、もともとドコモの人間だったドコモの、えー、インフォメーションセンターだったインフォメーションセンターでそして、えー、カルロス・ゴングの命を受けて私の交易障害金をえー 三井住友と IOE に制度は損保が最初にそれをやったの中立保険が分かって今回はうちに金をくれって言ったんだろう多分それで派手にやってそして派手にやりすぎて国土交通省は1580億もなんでこんなに回ってるんだということで踏み込まれてそして結局はえカルロース後に32億円で示談が終わっちゃった。そして えー、どっちにも行き場がないこの浅見隆子と浅見し、えー、は本名が浅見なのかね私は知らないけど浅見だったねで、えー、私のマイナンバーカードがあのちょっとかわい子ちゃん風に写ってるよね私の顔実際これなんですけど、まあ、2人は2人だよで黒目比率も高いようんでも、まあ、この携帯の顔よりもかわいいかな、まああっちのえー、っと うん、ソフトバッグの携帯の方がうんとかわいらしくは映ってるよね。でもこの、えー、ドコモの携帯の方がこのくぼみやこういうところがほら骨折してるよねっていうのがはっきりわかるからあとここの傷ねここの傷も分かってあとここにも傷があってここに傷がわわかかかかるかなかるなここに傷があってそして。 ここにもほらくぼみがあってでここのくぼみもあるとだからこうなってここにもくぼみくぼみ骨折痕ですとこっちはほら髪,髪がこういうふうになっちゃうと分かりづらいでしょ分かりづらいんだけど、まあ、食パン一行き女みたいにこういうふうにこうやるとあのちょっと顔がちっちゃく見えるかなみたいな <laughs> こうながあってここを隠してしまうと傷は隠れちゃうねってなるけど でも結局はほら、あの骨折は骨折でほら後遺症でちゃんとここがくもんじゃってるよ。ここもくもんじゃってるよ。で、XP 上もここは、えー、白くなってる。つまりあの白くなってるっていうことは骨折してる跡があるだから切れ目があって、だからそれがあの切れ目があって、そしてうんと激しく骨折があるから、だから あのそれを形成して埋めようとしてここが盛り上がっちゃったブグーって盛り上がっちゃったっていうのが真実ですえ私もぎなお子は59まあ来年60だから還暦の聖子じゃんです還、ね、暦 <laughs> ですまあですからそれはあの3グループというまあヒロとか松田聖子とか神田沙也加でしたっけえまあそういえば岡田幸子っていうのもいましたよね 岡田由希子っていうね、いましたね。あの、サンミュージックっていうのはサングループなんですよね。私、関係ありませんから、あの、私のその、後遺傷害金を、警察費を埋めるのに、そういう芸能プロダクションを入れるっていうのはやめてください。えー、前はホリプロでしたよね。で、その前は au でしたよ。で、今、えっ、ー、と、私が、A A、au ではなくてドコモにいるので、だから、 ドコモのグループが、えー、ホリプロを選んでる。そして、えっ、ー、と、3グループが今入ってこようとしているみたいですけど、あの、私は、えー、もう一機の、あ、この携帯か。この携帯を、えー、あの、英雄側の携帯にするつもりです。なぜなら、えー、これは両方の詐欺だから、ドコモも関わってる。 AU も関わっているソフトバンクは最初にうんと大きく金を無関係なのにうんともかってたっていうかあのその携帯のデバイスを通じて自分たちの,その代理店に金を渡していたもぎなおことを偽装してそれが大滝勝彦連中ですね大滝勝彦と、えー、大滝勇ってなってなんで大滝勇なんだろうそれはちょっと分かんないんだけど 大滝勇ってなってましたねお坂本勇なはずなんですけど、えー、まあ大滝勇でしたね今現状そのえー、っと登録東,東本を取って登録事項を確認すると大滝勇あれまたかってあれは坂本勇なはずだけどなと。法廷に立てたのは大滝勝彦じゃない。大滝克彦はあの結構堀が深くて あの一人と二人となんかガジ,ガジャメの男ですよこいつね。であの高田工業だから私は柏崎商業だから全然関係ない。あの私はそのえっ、ー、と柏崎商業を卒業した後まあ、K、あの経理経理のその簿記三級と英検三級を取ったのでだからそのなんだっけな i b m 三七四一っていうその玉突きのオペレーターになった。つまり あのキーーパンチャーですねあの電票をバーッとコンピューターにダイレクトに入力するっていうそういう作業をしてただからあの全然あの畑違いそれから高田工業はその遠征の時に会いに行ったあと遠征の時にあの平野恵子とサンドイッチを持ってったそれだけの話であってあの平野恵子もそれから私もその後、えー、っとその高田工業のどの子のっていうのは あないいと思いますよあの私もそれから、えー、平野恵子もあのそういう男気ないねっていう話の高校時代で終わりましたから終わってそして卒業後は何もそういうあの新潟にどうのこうのっていうのは何もありませんからないです。あ39分